新鮮な魚を目にしたら連れて帰らずにはいられない。魚が俺を呼んでいるのだ。つくも庵が俺を待っているのだ。飛び切りのマアジを調達する。そしてそれを丁寧におろす。私に魚がおろせるのだろうか。刺身パックを買う方が安心だろうか。どうか健太の言うことを信じてほしい。魚をさばくというのはつまり単に慣れである。思い切って一尾買ってみたらいい。刺身にする。器に並べてネギを刻む。ポン酢、追いポン酢、七味、いただきます。あまりにもいい味だったんで3枚におろしちゃったな。味酢スペシャル、やってみてね。